皆さんこんにちは。今日は5月2日、ご覧のように素晴らしい天気なんですが、場所は後ろを見ていただければ分かりますように、アメリカの国会議事堂の前に来ております。実はこの近くにアメリカの軍事関係の役所、あるいはその関係の団体がたくさんございまして、日本で作っておりますリニア新幹線、今ご承知のように東京と大阪を、あと11年後に名古屋まで完成するわけでありますが、名古屋に完成した後10年かかって大阪まで持ってくるというのが今の日本のリニア新幹線の現状であります。もともと30年かかると言われておったんですけども、そんなに長く関西は待てないという運動を起こしまして、8年短縮しました結果このようなことでございます。つまり名古屋に完成してから10年後に大阪に着くということなんですが、他方トランプ大統領を生んだアメリカでは、実はこのリニア新幹線の建設をものすごく急いでおりまして、100兆円投じてアメリカのインフラ整備をすると大統領が言っておりますけれども、その一番の目玉の一つがこのリニア新幹線なんです。アメリカではマグレブと言っておりますけれども、差し当たりワシントンとバルチモアを結ぶ新幹線を作ることになっておりまして、昨日幹部の方に会いまして、どれぐらいのスケジュールを考えているのかというと、7年後には完成すると言っておりました。他方通常の新幹線の話なんですけども、テキサスにおいても、新幹線を建設しようとする動きがございます。これも6年ぐらいで完成すると言っておりました。このようにトランプ大統領の誕生によって、どちらかというとメンテナンスが遅れて道路と非常に荒れておるアメリカにおいて、インフラを早急に整備すると、それも100兆円のお金を投じてやるということでございますので、そうなるとその中において、ワシントン、バルチモアを結ぶ新幹線が、7年後に完成するということを横に見ながら、日本のインフラ整備も進めなきゃいけない、今の21年かかる大阪までの計画果たしていいのか、こういう問題も含めて国内においてもきっちり議論しておく必要があろうと思います。国内でインフラを整備するということは、国内の関連企業、特に中小企業に仕事の機会を与えることになります。日本経済は快調ですけれども、対外的取引はいいが国内取引は非常に低調であります。国内に投資があまりされない、これがやっぱり一番問題でありまして、そのためにも経済対策のためにも、やはり私はリニアの整備は急ぐべきだというふうに思っている次第であります。アメリカはそういう思いを抱きながら、これから7年後に完成すると言っておりますので、やっぱり日本も遅れないようにしっかりと頑張らなきゃならない。ワシントン、アメリカに来まして、そのことの意を非常に強くいたしました。これから関係の役所をさらに回って、いろいろ意見交換をして日本に帰りたいと思っております。以上であります。ありがとうございます。